猫でーす。やばい、一瞬お腹すくかもしんない。リアルの話さ、ポテト食べたんだけど、今日またマクド食べてさ、で、マクド食べて新作のなんかレモンソルトみたいなやつを食べてる時にアクア先輩から逆突の連絡来て、で、坂本最初今何してるみたいな感じだった気がするんだよね、連絡が。今何してるって、なんかやっちゃったのかと思って。さあ、だなんかわかんないけど、やっちゃったんかなって。赤羽先輩からご連絡いただいたということは、何か坂本にやらかしたんだと思って。なんか、だって赤羽先輩にさ、こう、お声掛けいただけるイメージ図がなくて、なんかやばいことしたわ、これ、と思って。え、それでマクド食べてました。なんかやっちゃいましたかって送ったんだよね。そしたら普通に逆突なった。超焦ったわ。いや、マジで、マクド食べてました。つって。なんかやっちゃいましたかめっちゃビビって。いや、また俺、なんかやっちゃいました。つって。返したら。本当に普通に。役立つ誘ってもらって。え、でも嬉しかったなぁ。なんかさぁ、あんまり坂本って自分から人にこう声とかかけないの、マジで。あんまりっていうか、マジで声かけないんだけど、なんかその、お誘いいただけたっていうのが嬉しかったし、アクア先輩が誘ってくれるんだと思って、これディスじゃないですかね。これ普通にびっくりした。なんかアクア先輩って結構、人見知りみたいな感じのイメージだったからね。でもすごいよね、努力してさ、自分のその苦手な分野っていうのを克服していくって、普通にすごいことだと思うんだよな。なんかそんな簡単にできることじゃないから、マジですごいと思う。尊敬するわ。ドゥ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